So far as I understand, the most efficient map of the world is a map of icosahedron, which shows the direction and distance sharp, as well as it shows the area correctly. The map basically consists of 20 equilateral triangles and more when divided into more triangles. However, it has got a serious problem for humans to use. It is too much complicated and too much difficult for humans to make full use of it. Or can we? 最も優れた地図といえば正二重面体地図ということになります。その地図を使えば面積のみならず方位距離が正確に分かります。基本的には正二重面体地図ということになりますが、さらに分割すれば無限大にその位置を正確に特定することができますが、深刻な問題が一つあります。つまり人間には複雑すぎて使いこなすことが難しいということです。それともあなたはいかがですか？広志林、HMS City Japan。 正二重面体地図には上下はありません。つまり今あなたがいる地点が頂点ということになります。一つの例として西極点を皆さんに紹介します。西極点です。ウエストポールと私は呼んでいます。で、エジプトのギザのピラミッドナンバー2とイースター島を線でつないでみます。この黄色いラインがギザのピラミッドとイースター島をつないだラインです。そしてその線が赤道と横切る点をウエストポールとします。上下のブルーのラインは北極と南極をつないだ線です。で、そのウエストポールはつまりは地球の基準点になっていることがわかります。その一つの例ですが、それぞれの線が作る角度は正確に30、60となっています。反対側に見れば90、120となります。ともかくも30、60という数字がここで出てきます。右上がギザのピラミッド45度の角度から見た形です。左下がイースター島です。で、このような関係になっていますが、北極に対して30度で東に上がっていきますとエイブベリーへとやってきます。基準点中の基準点ということになります。このルート湾上にモヘンジョダロが位置し、そしてナスカ高原が正確に位置します。で、イースター島の底辺は正確にナスカの方向を示し、その先のギザのピラミッドを示しています。そしてこの両者は形が酷似しているというレベルを超えて同じということにも注意してください。そしてそのウエストポールから UK のエイブベリーに線を引いてみます。その距離は7150キロと7180キロです。エラーは30キロメートルということになります。これも偶然なのでしょうかということになりますが、正二重面体地図の上で考えるとそうとも言えないということになります。この西極点は世界の遺跡の基準点になっているということですね。これはティオティワカンの太陽の塔です。その底辺は正確に西極点を示しています。他にもチェチェン・イッツァのピラミッドもですね、やはり正確に西極点の方向を示しているということになります。他にもいろいろな例があります。ともかくも西極点が重要な拠点であるということについては間違いがありません。
では模型を使って説明します。正二巡面体の地図と考えてください。中央ラインがですね、赤道ということになります。で、この地球儀といいますか、正二巡面体地球儀はこのように回転しているということになります。まあ、今回は便宜上、上をですね、北極、下を南極としてみました。正二巡面体地図は基本的には上下がありません。どこを頂点にしても良いということになります。その位置から地図を、まあ、表現するということになります。まあ、このように回転しているということですね。あくまでも地球に関して言えばそういうことになります。そしてここで一辺の長さを求めてみます。赤道の円周が4万キロですから、10等分してこの長さが4000キロということになります。中央の三角形は一辺が8000キロということになります。で、西極点をこの正二十面体地図の上に取ってみます。横の赤いラインが赤道ということになります。ブルーのラインが北極と南極をつないだラインということになります。その交点が西極点ということになります。緯度経度はここに示しておきます。黄色いラインはギザのナンバー2ピラミッドとつないだラインです。ギザのピラミッドは北緯 30.00、 ほぼ 30.00 の位置にあります。そしてその線を延長したのが左下のグリーンのラインです。その線はナスカを通って、そしてイースター島へとやっていきます。まあ、このような風に、こういう風に方向、位置、そして距離が正確に表現できるということになります。で、この三角形をですね、正三角形にさらに分割していけば、それぞれの、まあ、地点がですね、さらに正確に表示できるということになります。で、距離を測ってみるとですね、大変興味深いことが分かってきます。つまり世界の拠点はこの正二十面体の地図の頂点あたりに位置するということで、ことになります。つまり世界の拠点が作る角度を調べていくと、60、120という数字が頻繁に出てきます。そのことから、私林博士は、上の人、つまりエイリアンたちは正二十面体地図を使っていると判断しています。続く動画の中で皆さん自身でご確認ください。 Bye for now。
Hiroshi Hayashi's line theory is a theory that proves that they were created artificially, not by nature effect, by proving that it is impossible that they were created by nature. Here is an example of a line that connects Easter Island, Moria Island, Tahiti, Pompeii Island, Guam Island, Lumbini, where they say Buddha was born and raised up, Mohenjo-daro and Mekakava. These places are on the same straight line, and you may say that it is just a coincidence that they are on the same straight line. But how many times can you say that it's just a coincidence before you realize it is not? I just wonder.一本の直線が作る不思議な位置関係を、それをさまざまな方向から検証し、それが偶然ではありえないことを証明しながら、つまり自然によってできたものでないことを証明しながら、それらの位置が偶然にではなく意図的に配置されたことを証明していくのが林浩司のライン理論ということになります。今ご覧いただいているのはイースター島から始まり、西回りにタヒチのモーリア島、ポンペイ島、ガム島、そしてブッダが生まれ育ったと言われているルンビニ、そしてモヘンジョダロ、最後にメッカ・カーバラインということになります。これらの場所は偶然ではありえないという確率で一直線に並んでいます。つまり私林浩司はこれらの地点は意図的に配置された地点であると判断しています。わかりやすく言えば、偶然ではありえないということを証明しながら、偶然ではないと証明していくのが私林浩司のライン理論ということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now。Some Japanese archaeologists claim that the front approach of Teotihuacan shows the direction of the sunrise between the rainy season and dry season of the year. Is it true? According to my Hiroshi Hayashi's line theory, the front approach shows the direction sharp to Mohenjo-daro, Pakistan now.Which do you think it is more rational? ある日本人考古学者はこう主張しています。テオティワカンの参道はその地方の雨季と乾季の境目にあたるとき、太陽の日の出の方向を示していると。が、私、林浩司の考え方は全く違います。林浩司のライン理論によれば、テオティワカンの参道は、真直線にモヘンジョダロの塔の方向を正確に示しています。テオティワカンの参道は別名、死者の大通りと呼ばれています。また、モヘンジョダロというのは、死の丘という意味です。広し林し、浜松市、ジャパン。テオティワカンの月のピラミッドです。月のピラミッドは参道の端にあります。古代においては月の神の方が太陽の神より位が上でした。ともかくもその参道はまっすぐとモヘンジョダロの塔の方向へ向かっています。この赤い線がそれを示しています。モヘン
ジョダロ、つまり死の丘という意味だそうです。これが木偏ジョダロの塔ということになります。で、その木偏ジョダロの塔の中心部からピョーティー和漢にラインを引いてみます。黄色いラインがその線です。このラインはピョーティー和漢の月のピラミッドを正確に横切ります。注意深くご覧ください。この黄色いラインですね。この黄色いラインは木偏ジョダロの塔から引いてきたラインです。注意深くご覧ください。この黄色いラインです。参道は長いですね。長くてもこのように重なるということは、正確にこの参道は木偏ジョダロの方向を示しているということになります。つまり、テオティワガンの参道は木偏ジョダロの方向を示しているということになります。林浩司のライン理論をもう少し詳しく説明してみます。偶然ではありえないということを証明しながら、そのラインが人為的に引かれたものであることを証明するのが林浩司のライン理論です。このグリーンのラインは右がギザ、そして左がイースター島へとつながる線です。その進捗線下にナスカがあります。そして赤道と横切る点をウエストポールと私、林浩司は呼んでいます。基準点中の基準点です。その角度は正確に60度となっています。ギザ方向には120度ということになります。南極点とつないでみてください。そしてそのウエストポールからですね、ピョーティー和漢にラインを引きます。左の白い点が中心点ですね。ここがピョーティー和漢です。ピョーティー和漢から 90.00 で、まあ北の方向に向かいますと、木偏ジョダロです。そして 60.00 で向かいますと、その先にギザのピラミッドが位置します。そしてまっすぐ下、ややエラーが出ますが、イースター島へ向かいます。まあ、ほぼ90度ということです。つまり、ティオティ和漢を挟んでですね、イースター島と木偏ジョダロは反対側の位置にあるということになります。そして、そのティオティ和漢へ、木偏ジョダロからラインを引いてみます。上のラインが木偏ジョダロから引いてきたラインです。そのラインは正確にティオティ和漢の参道と重なります。これがライン理論ですね。もう一度確認してください。上が月のピラミッドですね。その月のピラミッドを正確に横切り、そしてその木偏ジョダロからのラインは、ティオティ和漢の参道と正確に重なります。グリーンのラインは、イースター島ナスカから繋いできたラインです。赤いラインは、ティオティ和漢へ向かうラインですね。黄色いラインは木偏ジョダロと、ティオティ和漢を繋いだラインです。こうして、まあ、それぞれの拠点の位置が決まっていきます。黄色いラインに注意してください。木偏ジョダロとティオティ和漢をつなぎますと、この間の角度は正確に 60.0000 となります。そしてギザの第一、第三ピラミッドに注意してください。点を取るのが難しいですから、この、まあ、いわゆる頂点の角に点を取ってください。第一と第三の角の点を取ってください。その線、作る線と、そしてこの黄色いラインは、正確にはポポカティペティですけども、ほぼ、まあ、間違いなくと言いますか、エラーなくティオティ和漢の線と 90.00 で重なります。そして反対側45.00 で線を引きますと、木偏ジョダロへと向かいます。このような位置関係にあります。これを偶然というか言わないか、それは皆さんの判断ということになります。私、林浩司は偶然とは考えていません。すなわち、これは偶然ではない。人為的にこうした位置にそれぞれの
拠点が置かれたということになります。Thank you.
Hiroshi Hayashi's line theory is a theory that proves that they were created artificially, not by nature effect, by proving that it is impossible that they were created by nature. Here is an example of a line that connects Easter Island, Moria Island, Tahiti, Pompeii Island, Guam Island, Lumbini, where they say Buddha was born and raised up, Mohenjo-daro, and Mekakaba. These places are on the same straight line, and you may say that it is just a coincidence that they are on the same straight line. But how many times can you say that it's just a coincidence before you realize it is not? I just wonder.一本の直線が作る不思議な位置関係を、それをさまざまな方向から検証し、それが偶然ではありえないことを証明しながら、つまり自然によってできたものでないことを証明しながら、それらの位置が偶然にではなく意図的に配置されたことを証明していくのが林浩司のライン理論ということになります。今ご覧いただいているのはイースター島から始まり、西回りにタヒチのモーリア島、ポンペイ島、ガム島、そしてブッダが生まれ育ったと言われているルンビニ、そしてモヘンジョダロ、最後にメッカ・カーバラインということになります。これらの場所は偶然ではありえないという確率で一直線に並んでいます。つまり私林浩司はこれらの地点は意図的に配置された地点であると判断しています。わかりやすく言えば、偶然ではありえないということを証明しながら、偶然ではないと証明していくのが私林浩司のライン理論ということになります。続く動画をどうかご覧になってください。 Bye for now. Some Japanese archaeologists claim thatThe front approach of Teotihuacan shows the direction of the sunrise between the rainy season and dry season of the year. Is it true? According to my Hiroshi Hayashi's line theory, the front approach shows the direction sharp to Mohenjo-daro, Pakistan now. Which do you think it is more rational?ある日本人考古学者はこう主張しています。テオティワカンの参道はその地方の雨季と乾季の境目にあたるとき、太陽の日の出の方向を示していると。が、私、林浩司の考え方は全く違います。林浩司のライン理論によれば、テオティワカンの参道は真直線にモヘンジョダロの塔の方向を正確に示しています。テオティワカンの参道は別名死者の大通りと呼ばれています。また、モヘンジョダロというのは死の丘という意味です。広し林市、浜松市、ジャパン。テオティワカンの月のピラミッドです。月のピラミッドは参道の端にあります。古代においては月の神の方が太陽の神より位が上でした。ともかくもその参道はまっすぐとモヘンジョダロの塔の方向へ向かっています。この赤い線がそれを示しています。モヘン
ジョダロ、つまり死の丘という意味だそうです。これがモヘンジョダロの塔ということになります。で、そのモヘンジョダロの塔の中心部からピョーティー和漢にラインを引いてみます。黄色いラインがその線です。このラインはピョーティー和漢の月のピラミッドを正確に横切ります。注意深くご覧ください。この黄色いラインですね。この黄色いラインはモヘンジョダロの塔から引いてきたラインです。注意深くご覧ください。この黄色いラインです。参道は長いですね。長くてもこのように重なるということは、正確にこの参道はモヘンジョダロの方向を示しているということになります。つまり、テオティワカンの参道はモヘンジョダロの方向を示しているということになります。林博士のライン理論をもう少し詳しく説明してみます。偶然ではありえないということを証明しながら、そのラインが人為的に引かれたものであることを証明するのが林博士のライン理論です。このグリーンのラインは右がギザ、そして左がイースター島へとつながる線です。その伸直線下にナスカがあります。そして赤道と横切る点をウエストポールと私、林博士は呼んでいます。基準点中の基準点です。その角度は正確に60度となっています。ギザ方向には120度ということになります。南極点とつないでみてください。そしてそのウエストポールからですね、ティオティ和漢にラインを引きます。左の白い点が中心点ですね。ここがティオティ和漢です。ティオティ和漢から 90.00 で、まあ、北の方向に向かいますと、モヘンジョダロです。そして 60.00 で向かいますと、その先にギザのピラミッドが位置します。そしてまっすぐ下、ややエラーが出ますが、イースター島へ向かいます。まあ、ほぼ90度ということです。つまり、ティオティ和漢を挟んでですね、イースター島とモヘンジョダロは反対側の位置にあるということになります。そして、そのティオティ和漢へ、モヘンジョダロからラインを引いてみます。上のラインがモヘンジョダロから引いてきたラインです。そのラインは正確にティオティ和漢の参道と重なります。これがライン理論ですね。もう一度確認してください。上が月のピラミッドですね。その月のピラミッドを正確に横切り、そしてそのモヘンジョダロからのラインはティオティ和漢の参道と正確に重なります。グリーンのラインは、イースターとナスカから繋いできたラインです。赤いラインは、ティオティ和漢へ向かうラインですね。黄色いラインはモヘンジョダロと、ティオティ和漢を繋いだラインです。こうして、まあ、それぞれの拠点の位置が決まっていきます。黄色いラインに注意してください。モヘンジョダロとティオティ和漢を繋ぎますと、この間の角度は正確に、正確に 60.0000 となります。そして、ギザの第一、第三ピラミッドに注意してください。点を取るのが難しいですから、この、まあ、いわゆる頂点の角に点を取ってください。第一と第三の角の点を取ってください。その線、作る線と、そして、この黄色いラインは、正確にはポポカティペティですけども、ほぼ、まあ、間違いなくと言いますか、エラーなくティオティ和漢の線と 90.00 で重なります。そして反対側45度、45.00 で線を引きますと、モヘンジョダロへと向かいます。このような位置関係にあります。これを偶然というか言わないか、それは皆さんの判断ということになります。私、林博士は偶然とは考えていません。すなわち、これは偶然ではない。人為的にこうした位置にそれぞれの
拠点が置かれたということになります。